しんちゃん一番のあいらちゃんねえあいらちゃんがさ巻いてみたらってあの昨日提案してくれたから今日うあいらちゃん巻いてみたんだけどどうかなそうあいらちゃん昨日さ言ってくれたからちょっと頑張って負けたかないい感じに巻いたつもりではいるんですけど負けたかな髪の毛ちょっとウェーブにしてみましたあいたねしんちゃんありがとうティマジ トクエロはトクエロ体調大丈夫ですか慶吾さんやっちめるありがとうきも疲れラインなっちゃったサイリューさんありがとうあまき顔ありがとういなっちゃんケースリーさんなえあなみえさんありがとうございますポーンさんそうさん触覚も天使だてあいらちゃん、うん、嬉しい触覚もさチュンって巻いてみました横に横に一緒って ありがとうお嬢様っぽい感じです敵ありがとう木ノス猫さんこの洋服足アトりの好きな洋服のブランドマジェスティックレゴンだっけっていうところ秋豆さんありがとうございますみっちさんありがとうございますさなちゃん久しぶりでも可愛くて助かる待ってエンドリックス久しぶりだありがとう ありがとう大人っぽくてドキドキ似合ってますよところ本当に嬉しいやったねやったねさやちゃん見てたら熱が増し増しそれはねシャトリの熱は冷めないちょっとリップも見たいですところ今日のリップはちょっと赤めな感じですハチトムさんありがとうございますグッと18歳におティムジ1 8歳に近づいたやばいシャトリン2 0歳とかになったらどん あのさどうするもうなんかあれかももうスーパーロングかき上げ系になってるかもしれないもしかしたら多分ないと思うけどふみんめありがとうございますまこまこありがとうございますあイヤホン耳じゃなありがとうまさパパだ今日とてもかわいのありがとう髪型好きやったーちょっと巻き内巻き こう着て、こうちょっともう一回やっていい巻き巻きしていいですかスギちゃんありがとうございます。ステージでもトナッポさんたち見たいね <laughs> あえ、じゃえなら巻いてみようかな今度のステージなんかしらとりさ、ステージ上で髪の毛巻いてたら巻き取れるのが怖くてやれてなかったんですけど今度巻いてみようかなエレガントされてけすりさんちょ,っとちょっとごめんなさいね、さっきからちょっと通知がすごくてごめんなさい ボンガマさんありがとうございます。今度ステージ巻いてみようかな。スカイゲートさんありがとうございます。じいちゃんそうこんばんは。髪巻いた髪巻きましたちょっとちょっと巻いたでもこれからもうちょっと巻く。赤メラリップモデナっぽさを感じるねって言うギャーね秋だからちょっと赤っぽくしてみました。早くライブ行きたいですねって。で <laughs> むせたいやおみみさん。ね早くシアートルも会いたい。来年 ウィルキーありがとう100お届けて定生活様ありがとうございます素敵すぎてどうしようアイラちゃんアイラちゃん待ってアイラちゃんあのさもうあれ届くのめちゃめちゃ楽しみにしらとりもうなんかもうもうもうやばい「サラちゃんが大人になってももっと美人になるの間違いないよ」とかやらありがとうでも皆さんが応援してくださる限りずっと頑張り続けようと思います こうやってて巻いてるんだけどちょっと違うかちょっと巻き方違う気がするこうきてシュッとやってシュッ合ってるかなマコさんありがとうクリスツさん投げきれずだよクリスツさんにありがとうございますライブの髪型いつも自分でかかるのそうです気知しな寝かさそう かずちゃんだカズちゃんに投げきっちゃうかずちゃんにありがとうございますさなちゃんんあシビリアさんだありがとう久しぶり二十歳のさなちゃんは銀座でブイブイ言わせてるかもね <laughs> 銀座で多分 <laughs> それはないかな t m イおージあジェドジェドだジェドジェドに投げきっちゃうジェドジェドにありがとうございますヤちのコメントもごめんヤち読むありがとう このさらちゃん次回にお目にかかりたいですおおちょっとありがとうございます今度なら巻,巻き巻きでライブやろうてか早く皆さんにもう会いたい白鳥崩れないスタイリングがあるといいな、ね、あらちゃん確かにねしかも肌が荒れない感じのがあったらさいいけどなケープ白鳥荒れちゃうんですよね髪の毛かけちゃうとマシュマロ桜さ,さんありがとうございます 彼女の姿見れるから、今を頑張れますね。ってありがとう。どこやろ白鳥も。皆さんがいつもこうやって白鳥の配信に来てくれて、たくさん温かい言葉投げてくれるからも。う今も生きれてます。<laughs> ありがとうございます。白鳥どうなってたんだろう今。今これしてなかったらさ。どうしてたんだろう。本当に。ね。 なんかなんかできないなと思ったらついてませんでしたおっちょこちょい <laughs> おっちょこちょいだね <laughs> アイラちゃんけど持って帰るの大変じゃないかな大丈夫アイラちゃん持って帰るの大変だったらねあの送ってくれるんですよ事務所がアイラちゃん本当にありがとうそこまで考えてくれて重ちありがとうさなちゃんのお姿見れるあこれ読んだねありがとうサシさんもありがとうございます待って超久しぶりラブメロ やばいラムメロ超久しぶりだね超久しぶり可愛い,いなってうわうわうわ嬉しいそう手ムジケープダメなのシャートリー送らなくてよかったああ手ムジありがとうシャーとケープがねか肌が荒れちゃうんですよねそうかけると使わないようにしてるんですポンコツー ライブでは巻き巻き取れていない取れていってもいいと思うよすぎちゃん確かにい,いいよねそんだけさあの踊ったってことになるよねあやっちコメント分かったごめんねこれ巻きわたる読むねごめんごめん本当にごめんね楽しみにしてるからとりあえず安心もうありがとうエラちゃんもう心の底から愛してる白鳥 のの大人よくに巻き紙めっちゃ浮きめっちゃ好きってありがとうやっちいつも好き好きありがとうウェーブに合うコーデもどんなになるかちょっと気になりますどこやろう確かに今日の洋服はマント シャートリー姫様姫ちゃまお邪魔しますくるなおさんいつもありがとうございますやっほー久しぶりにサーチの嘆げきっそ欲しいなマザパパマザパパにんちありがとうマザパパありがとうだよほんとに嫌い自分もやツさんみたいに言えたらと思うけど言えないなう <laughs> さんあアイラビアだ ありがとうございますヤッチありがとうありがとうヤッチデムジー絆創膏あそう見るシェラトリの傷 <laughs> 私も今アイロンしてますちっちゃ一緒に流星先輩だおつらさんなっちゃー流星先輩今日もお疲れ様おアイラビューありがとう マーサーパパマーサーパパだありがとう本当に嬉しいありがとうラムメロ結婚しような軽いな結婚しようながダメだよそんな軽く言っちゃ結婚しようなそんなね軽くちゃダメだよもうちょっと重みのある結婚しようじゃないとダメだよそうハサミって意ジもう痛くないよなんかねあの割れてる感覚はあるけどもう痛くない 今マキ巻きじょうひめのお姉さんスタイルだから今の衣装追悼生地にぴったりねアイラちゃん、はあ、確,か確かに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 えっ絶対やろうアイラちゃんありがとう昨日ね全然触らなかったらね若干治りました今日も可愛いい竜星ちゃんやっぱり、うん、ありがとう オいやるヤッホーお疲れお疲れございます <laughs> ジェイクさんサナが一番ありがとうございますまだ指出そうほんと気をつけてねトコエロありがとうトコエロも熱早く治るようにしろとり願ってるよ今もかわいいりゅうせせありがとう一生幸せにします軽いな軽いな言葉が世界一軽いかも 世界一痛いでしょ大丈夫痛くないでしょ大丈夫痛みがないならよかった気持ちありがとう若いから傷の回復力早いな今さパパありがとうございます関係あるのかなどうなんだろうでもこれかあの治りやすいって言われました昨日待って皆さん来ましたリアちゃんリアちゃんお疲れ様ですリアちゃんちょっと最近の近況 聞かせたり。あ、教えてくれたり。ね <laughs>、聞きたいな。津田さん、綺麗にくっついてるから、大丈夫そうですね、そうもう。このパカっていった傷が、もう綺麗にピターってね。そうさんそうありがとう。昨日いっぱい、いろいろ教えてくれて。昨日よりは指良くなってて、ほっと安心。本当ありがとう。とくよなってきたのは、良かった。やっちも、ありがとう。優しい。神田さん、ありがとうございます。アリさんも、津田ちん、ありがとう。 やつだろ痛み治ったみたいでよかったねありがとう優しい優しいあれケンこれさお花足されてるケンにこれヤッホーお疲れシャートリーもスタバ飲みたい頑張って直しましてもさなちゃんの愛はマジでマシマシですからね、まあ、早くまた会いたいシャートリーもまた早く会いたいんだけどいつになるかなとかやろ 重い言葉は怖くて言えないやごめんなさい <laughs> ね重い言葉はねそんなの軽くちょダメねガンちゃんだ配信がありがとうガンちゃん皆さんの気がを定者が悪くなりませんあ、違うもうね本当にアイラちゃんね本当にねアイラちゃんって素敵だと思うのそうやってねもう周りをすごく一番に考え てくれるとところとかでもねアイラちゃんもねあのたくさん頑張ってるから自分を癒してあげてください <laughs> ちびとりさんの頃も痛そうな怪我とかしちゃったことあるんですかとかちびとりねちびとり意外と意外とねあのわんぱくんかわんぱくそうな子供じゃないのに意外と怪我はしててなんかねシャイダーがねもう一番痛かった思い出があるのがあのコンクリのさ みたたいなところに登ったんですよそしたらすね思いっきり骨見えるまでガリって行っちゃったんですけどそのまま車に乗ってあのダンスレッスンに行ったっていう足したんだケにんまあこれはト鳥へのお花ってことでいいのかな県に今日学校帰りに家の近くで好きな人とすれ違ったような気がするから明日聞いてみる。 わーちょっとキュンキュンしちゃうねそのさすれ違ったかなみたいなしかもさそれが明日話す話題になるんだよねすごいリアちゃん元気かなって知らんりこのあの配信さやってる間思ってたんですよよかった緊急を聞けてちょっといい感じってことかなこれで小青よけゲームバッチリだねスギちゃんバッチリ 気づなれたがなかなか消えないまさぱパ,パ。ぱえっそうなの本当にベニービーバッタありがとうこんばんはあつやくんなあつやくんお疲れお疲れさま次はハロウィンですお仕事を終えて急いで迎えますのでありがとうどこやろうありがとうラムメロ俺だからから聞こえてるだけじゃないや <laughs> そうかもそうかもしれない やばいラブメロそうかな痛そう大丈夫ってマジそれは絶対お医者さんに見てもらうべき言ってたらいやそこまでないそこ,で、ね、そこまでないそこまでない全然お医者さんいかないいかない,い,いかない,い,い,かない一緒だ活発じゃないのに怪我が多いのやっちマジやっちもなの怪我で自分の骨見たことある白くて綺麗でした <laughs> あの自分の骨の感想白くて白くて綺麗ですよね自分の骨ってちゃんと白い例のある方にも愛の言葉を伝えてくださいえある方ってどの方だろうアイラちゃん えどどどどどどど,ど,どの方だろう会いたいから27日におースしたまえに行くあっ,やっち白鳥さ多分あとからは、あのー、出ると思うんですけど27日学校の行事学校行事でお休みなんで白鳥ライブごめん そう、27日行きあのとお休みをいただくんですそうそうそうだから次会え次会えたらいいなあやなちゃん待ってそうなのにじすけ先生なのわかったリあちゃんさなちゃんの話聞いて思い出したけど小さい頃石の階段におでこぶつけて骨まで見えたの思い出した やばい痛いほんとに痛いんだよねリアちゃんなんかさ石って痛いよねえっ <laughs> おでこなんだ傷残ってない竜星先輩難しいことは何もわからないけど今日のさなちゃんは綺麗もあるん綺麗もある綺麗もある綺麗もあるやばい流星先輩ちょっとさなんか竜星先輩の言葉選びって他の あのちょっとちょっと違ってさもうなんか白鳥の領域にはない言葉で褒めてくれるからなんかね嬉しいありがとう本気なのにちょっとラムメロそれはそれはほんとかほんとに心の底から心の底からかほんとに。 あつやくん、今日の体育でグループ分けの世順やったおかげで5人中4人女子の中にぶち込まれた話聞くあ聞く聞くあつ也くん <laughs> そういうこと <laughs> そういうことそういうことかわ田んぼさんおつらちゃんありがとうございます天ぷちももこちゃんも2人でお休みなのそうももこも学校であとは学校の行事でちょっと。 でなくちゃいけないものがあってそうズビズバさんおつさなちゃんありがとうズビズバさん27日まさパパも使用で行きませんハロウィン会えるかなさなちゃんおらんってことは今回えっ待ってあつやくんそっか そうなるかえっさすがに泣いちゃうやばいさすがに涙出てくるほんとにだよねやばい事件事件起きてるよねかなり27日平和じゃあ平日やってやつだろそう 平日そう平日なんですよそう平日平日なのそうやってたらそう残り少ない学校行事だから楽しんできてね糸さありがとうありがとうマサパパは小さい時にバイクにひかれたことあるよそんなそんなそんなどうやってひかれたんですかえっどうやってひかれたの リアちゃんそういえばちょっと早いけど今月入試ある待ってリアちゃんなんかさりあちゃんいつもさお勉強ずっと頑張ってる気がするうわー十分頑張ってると思うからもうし当たりもねりあちゃんが入試受かるようにもうめっちゃ願ってるリアちゃんが受かりますようにって願ってるからりあちゃんも無理しない無理しすぎないように頑張ってね じゃあリトムを応援する28日のハロウィンに鈍いねありがとうやっちあおねってありがとうやっちリトムを応援してありがとう心から心からありがとう俺を疑うのえそうだよ <laughs> ラムメロそうだよ高校の学校行事本も大事ってこ卒業してから感じてるから楽しんでねあつやくありがとうありがとう心に刻んで いきます。出席日数も大事だもんね。しんちゃん、そうえ、シアトルさ。じゃあ本当にさ。ああ、虹だ。うーん、虹ありがとうございます。ぞウさんありがとう。久しぶりの虹うん、虹やった気がする。ありがとう。いちこさんでありがとうございます。ハロウィンの渋谷には行きたくないえ。うん、もうね。行かないうん。行かないで。いい 通りすがるとか用事であるかかもしれなないけどえ、なんかさハロウィンのさ渋谷の看板みたいなのあるじゃないですか。であそこになんだっ,たっけ「ハロウィンは渋谷ハロウィンはなんとかではありません」みたいなのあの書いてあった。 仕事でいけないのかマサパパそっかそっかあつやくん4人とも話せんことはないけど仲良くないから地味に気まずかった <laughs> なるほどね確かに話せないことないけど仲良くはない人って地味に確かに気まずいですよねでも大丈夫多分あつやくんって多分あのおしゃべりな おしゃべり上手そうだから多分グッドじゃない素敵な残りの学校生活も大事によってあいらちゃんありがとうありがとうございますい白鳥本当にさ高校卒業できるかな、うん,りさんお疲れ様ですありがとうございますありがとうコモコさんだコモコさんありがとうコモコさん今日髪の毛巻いてみたんです りあちゃんが無事合格しますようにってやちだねリアちゃんが合格しますようにハロウィン会場ではありません的なだったかなあそうすぎちゃんそうあ渋谷はハロウィン会場ではありませんだったっけなんか書いてありましたよね看板みたいな堂々とハロウィン会場ではありませんでね ずさん、えなんかうん虹がちょっと久しぶりな気がしたけどでもずさんはいつもたくさん虹いっぱいいっぱいありがとうだよりあちゃんこの間学校説明会行ったところだけ本当にその学校を楽しさで行きたい欲高まったわーマジかいやもうほんとにほんとにもう高校はねあれだよね楽しむべきだからさそうだよねもうねたのもうねもう行こうそこにりあちゃんもう直感じゃんだって ハロウィーイベントの会場ではありませんなやつねそうアイレちゃんそう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 う。あつやくん4人の中の1人は店舗違うけど自由店員仲間なのよね <laughs> すごいねすごいえ自由の店員さんって一緒にいたらさ自由の話するんですかひちこさんお邪魔しましたあもの切っありがとうございましたありがとう ハロウィンって食べたお菓子がいっぱいて,て夜明けに負けちゃうんですよねところいいんじゃないかハロウィンだよ出所禁数のことで何を言いかけてたんですかしあしんちゃんそうだからあとちょっとシャトリー卒業できるかなっていうこと <laughs> そう羽鳥さんお疲れ様ですありがとう28日何とかして回せないかなっていまだに諦めてないよあつやくん やばい白鳥神様に願っとく <laughs> 28日会えますようにで神様に願っとく白鳥も <laughs> そんぐらいそんぐらいってことだよレトムだけじゃなく学校生活も充実させてほしいから嬉しいことだよけすぎいやそんなやっちそんな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 ,そんなそんなんだけどありがとうそうやって言ってくれて自由で思い出したけどあのさなちゃんが持ってる緑のカーディガン買うか迷ってるっしゃくえ え今年も出ててるっっことだったらもうおそらっちしちゃおうよおそらっちしちゃおうよもこさん巻き髪わい私がツボなのがよく分かったねえもこさん私ねもうもこさんのことちょっとずつだけどね分かった分かれる分かってきた気がします面接だけだけど今から緊張しすぎて来月まで生きられてる気がしないもう生きた気がしないよねいらちゃんそうだよね ちょっとさここにいる皆さんに面接のコツを聞いてみようようなんか皆さんあの面接でこれを言うと相手をこう興味を引きつけられるとかなんか面接でこれ言っとけば受かるよみたいなこととかありますか皆さんだって緊張しちゃうし絶対受かりたいもんねそうやって思った学校って。渋谷警察官 との掃除をしてくれる方が一番大変ですよ、ね、えらとおりお掃除だけ行こうかなすけ先生も同じく調子悪くしてるので元気届けてほしいなとかやろうね誰かにじすけ先生とさ連絡取れる方っているのかなひろとさんこんばんはありがとうございますそう卒業できなかったらどうする留年えそう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 留年になるやつだろうそうだからね頑張らないといけない残り半年 もう終了して2年経ったけど川崎ハロウィンやったら来て欲しかったらレベル高かったしあいらちゃんえなにめっちゃ楽しそう今年はないのないのか終了しちゃったから学校の勉強は楽しくなかったけど唯一文化祭でやったお化け屋敷は当に楽しかった思い出もう絶対楽しいじゃんまだかお化け屋敷やるの白鳥夢なのだけどそんなんできなかった007さんおつまちゃんありがとうございます 高校の頃の頃記憶ななんてないよやつたろえっ、ー、そんなそんなそんなその分今を楽しんでるってことか留年してもう一年学校はさなちゃんにとって地獄だよねえそう地獄なのアイドルしたいアイドル卒業大丈夫ですよできなかったらもう一年 JK 楽しむしんじゃんありがとう一貫した理論を立てておくことュース先輩なるほど一貫した理論 一貫した理論なるほど竜先生なるほどじいは公立高校だったから面接なかったで無事なかったんだとにかくやる気を全面的に押し出すことやってたらあでも確かにやる気ありますわっって出すってことか確か,確かに確かに確かに メンスだとネガティブになりやすすぎちゃダメ自分の成長もしっかりアピールすると良きかもああなるほどねトかエロありがとうネガティブに確かにネガティブな人を受からせたいって思いませんもんねゴリポーさんおつらちゃんありがとう来てくれて慶太郎さんだなんか聞いてた慶太郎さんにありがとう今日も来てくれてレジーモンさん ありがとう学校は楽しくなかったけど女子のブルマスが好きだった思い出 <laughs> なるほどねそれがちょっと楽しみだったにもするっていうことですねなるほどなるほどなんせもう16年も前の話だから高校の頃の確かに白鳥もさ16年前のこと思い出してって言われたのに2歳1歳くらいだから確かに覚えてないな確かにそうだよねあちやこんいちはいつも面接アイドルとお話会やと思ってるあっ <laughs> えっ面接 アイドルとお話し会やと思ってる <laughs> そうなるほどねなるほどなるほどさらちが行くなら一緒にお掃除するよ同じ中継の8個がいるから思ってありがとうまさパパ。しらとぃがもしあのもしお掃除するんだったらならまさパパもつ,ついてきてくれでも私の あのこの間大盤かぶった根岸かのんっていう女の子がいるんですけどその子は朝の8時ぐらいから渋谷,を渋谷を掃除するって言って掃除してました衣装ですごいクリエイティブな子なんですけど「桜の子見てるうちに苦手だったプレゼンが上手」って言われることが増えたのこもこさんえー、すごい 桜を見てるうちになんだろう。でもこむこさんすごい。えー、そんな効果が。さなちゃんはじめ桜の子花プレゼンあ、そうなの。そういうことこむこさん。え、やっちにじすけ先生と連絡取れるのやっち。え、なちょっとにじすけ先生今白鳥さ、にじすけ先生いないなと思ってたんだけどどういう状況かあんま分かんなくて。 でも体調を崩されてるのかな元気になってっていうことでいいのかなやっぱり地震一瞬でしたね地震 司会で面接ややってみるとかいやめっちゃ楽しそうめっちゃ楽しそう高校お友達とおしゃべりして昼ごはん食べるとなんとかかって思ってなかったお父これで星なんだろうガチ恋の思い出になっただろうジ時エムさそんなちょっとおしゃべりるなあさあちょっとそんな姿 <laughs> 緊張するときはもうすでに上うまくいってる大丈夫と言うと落ち着きますよちーちゃんえっシアというもなこれからそう思うもう大丈夫うまくいってる大丈夫って心に言いかかせよう固まりすぎたらダメだよってやつったらそうだよね固まりすぎたらダメだよねさらちゃんみたいにスーパーポジティブなら大丈夫ティムジーだからりあちゃんスーパーポジティブな心で行ってみよう去年の就活の面接悪夢がええあいなちゃん何があったの 杉ちゃんもう面接も対面かな対面なのかな確かにもうオンラインじゃなさそう職場からお家にただいまやっちおかえり文化祭の劇ではよく主役をやったレイジュもさ,さんおっちょっと陽キャってことだったのかな、うん、ネギシカノかのん違うよけたらさネギシあのネギシ食事のネギシ が好きな子が根岸かのんっていう名前でやってるの二助先生体調崩してるんだ元気になるようにお仕事も懐かしいのかえならちょっとすけ先生にメッセージえっとすけ先生いつもたくさん頑張りすぎてると思うからあのー、たくさん自分を大切にして。 です、ちょっと落ち着いたらシャートリーが元ですけ先生に元気与えられるように頑張るからお互いあのお互いお互い大切に自分の体を大切にがんあの頑張りすぎない程度に頑張っていきましょう。早く体調になることを願ってますいいつもありがとうございます。 でやっち伝えてもらえるかなえちょっとなんかさ文が早かったし大丈夫だったかなサンダちゃんに質問、JK っで,ですかリアちゃんえ、でもなんかトリはあの、アイドルしてるからちょっとあれだかもしれないけどあの、トリが1年生の時か2年あと2年の時の初めとかはもうね超楽しかったやっぱり。 うんえすごい楽しいよりあちゃんもうねもう心を膨らませ言っていたもんね自信だったねこっちあんまり揺れてなかったやつは本当におつツーベッコさんこんばんはありがとうございます横顔びしょずすぎて偉すぎヘンドリックスそんなありがとうにースケー先生たまにポストで見かけるけどザザンたまにでもシャラドリー最近あんまり見れてなくて あのー、見かけなくてマサジ機の上で配信見てたので自信に気が付かなかったマサパパでもねめっちゃ一緒にだった自信さっきなんか「よろ?」ぐらいだった桜のみんな人前でも自分の言葉で話すが上手なんて尊敬してますそんなコモコさんみんなそんなもう全然もううまくないしそう思えるコモコさんの心が素敵 ににすけ先生に聞いてみる、ね、それとなく近況やっちゃありがとうやっちほんとにスーパーポジティブでいられることがすごいよやつだろうろでもなんかスーパーポジティブすぎて裏逆にポジティブすぎるところが欠点だったりもする芥川龍之介の「なんとかなんとかや鶴の恩返しの」のようやくだったレイジェンマンさんとにかく過ごそう ツイッターの写真で一言おもろいのあった。聞いたさ、えおもろいのいっぱいありましたよ。シェア取り見返してるもん。写真で一言。これですよね。七十四個もあのー、リップいただいて。 いいやすごい面白いのいっぱいあったほんとにシャーゼリのお気に入りのかな。 これ結構好きえっとあっきまめさんの「えうちか池の水全部抜くねん」っていうのも好き言ってそう「全部抜くねん」って言ってそうあとかっちゃんの「今日のノルマは 5kg5kg やで」もう好きでもね本当に皆さん面白かった。 <laughs> あとあ大井がさんの言っとくけど私のセンスじゃないからねこのバケツもう面白い「ぼちぼち待っててあげてくださいねそろそろかな啓太そろそろかな体調一番だからね啓太るさえ本ほんとに最近さすっごいたくさんの大人の方がそうやって言ってくださっててほんとにそうなんだなって思いますどちらかというと陰気な方だったな啓太郎 シトリつらうとお友達になりたいなあのー、サラちゃんん陽キャどころか暗いとよく言われてたけど行事では目立ったえ <laughs> なんかすごいレアキャラみたいレイジーもさそれレアキャラだ歌の告白でしっかり素敵なプレゼントをしてたじゃないですかプレゼントじゃないプレゼンださらちゃんならできるよってところありがとうでもね白鳥がプレゼンみたいなのするんじゃなくてリアちゃんなんだ 久しぶりに東京行くねぎし行きたいなあつやくんえちょっそうでもねぎし行きたい一緒行こうお昼ご飯食べるところとしか思ってなかったよと父さんだと鹿鹿思ってなかったし鹿が面白くれ地震って警戒したんやけどここ広島やった大丈夫やったあつやくん全然なんかグラぐグラだった さらちゃんを向いて可愛くて頭がクラクラしてきたのでゆらゆら揺れたのは知りません <laughs> ツビスパーさーすごいじゃんすごい素敵なこと言ってくれるありがとうゆら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 僕の心を風に吹かれてこれどいつの頃なんだろうこれわかんないこれいつなんだろうこれはわからないんですけど これは歳歳って言われれましたこ今とあんま変わってない気がする推し活というかさなかつしてるからいつもポジティブになれるよってどうさんありがとう <laughs> そうだよもうねどうさんうねもうさなかつありがとうあきまみさんありがとうございます面白かった面白かったさなちが自分の小さい頃をちびとりと言ってたのが一番面白かったえっそこなんだマサーパパちびとり チビトリ1日 <laughs> <laughs> お友達大会見に決まってるじゃん断る理由ないよってやつだろ <laughs> よろしく仲良くなれそうな気がするな JK になったらサラちゃんにたくさん会いに行こうかなって言うよ本当に嬉しい <laughs> でもねもうありがとう もうリアちゃんが楽しいって思うことをね全力でやってほしい本当にもう誰って感じなんですけど誰って感じなんだけどもうこうこう大事だよね根し行ったことないや今度東京行ったら行こうでかっちゃんえっ行こうシャトドルもね根岸行きたいとろろ食べたいとろろ しかもひらがなで打つと星になるからねあそういうことうだえそうなんだええー、初めて知った駅の水全部抜くってそれもはやルパン <laughs> ルパンか分 <laughs> かんないけどルパンなんだいい、えー、<laughs> 母ちゃん56歳かな知らんけど56歳かなちびとり大喜利シリーズまたやってほしいなとかやろうもちろんしたとおりねママにねたくさんねあの小さい子の写真をこの間送ってもらって そうなんか使おうかなと思ってめっちゃねお姉ちゃん見せたいんだけどあの見せたくてでもお姉ちゃん見せられないんですけどそう 白鳥のしらとりの、見てくださいバチイケなバチイケな小5時代バチイケな小5時代こんなポーズするなんてもう考えられませんよね <laughs> こうやって <laughs> 待っていやちょっよく考えて小5でこのポーズってすごくないですか高めのポニーテールで怖いですね 自分て思わない前髪の量がめちゃめちちゃゃ多い時代ですね前髪前髪鬼多い時この時スーパースーパースーパー自信ありそう自分にお姉さんみたいなまねまずはパパでもね見せられないの入試の結果さなちゃんに絶対一番に報告するからねりあちゃんありがとうありがとうしらと待ってるもうどんな でもシアトルもねりあちゃんはねもうね天使のことを思ってるから大丈夫いけるねぎして神奈川県の携帯うんねぎしてごはんごはんごはんねぎちゃん美味しいよ行くかえ行こうやったらちょっといろいろ話したいさらちゃんお友達に会ったら自慢よなというか可愛すぎて好きな旅館しかないあつやくんちょって好きにさせちゃう友達でも目立つの嫌いなんだけど熱中すると何も関係なくなるタイプですあすごい かっけーマサパパポジティブでも抱えきれない時はヤッチたちの抑えがかりが受け止めるから話したら話してねありがとうヤッチたまに頼るかもしれないんですけどよろしくお願いします正5でめっちゃギャルギャルだよね正5でもう合成してるやんかちゃそんなでもこの時の白鳥は何にハマってたんだっけあそうなんでこんな感じかってこの時はすごい k p o p にハマってた白鳥多分 好きだったんだよなブレザーブレーブレーザーブレスつけてライブ行ってるけど別に目立つのが好きなわけじゃないからな <laughs> からそうだねやつだろ昨日夢にサナちゃん出てきたよほ <laughs> んとにかカちゃんそうなの夢でドラッグストアに買い物に行ったらサナちゃんがいたえー、ドラッグストアで何よ かっちゃんと話したりしたんだろうしあつただけかいただけなのかなえでも夢で会えるってさすごいねそうお店聞いたらそうそうそうねぎしねぎしねぎしのてんこ盛りセットみたいなやつすこあつえお高いけどおいしいよねお高いけどしょうが熊本の時すぎちゃんそう熊本の時その時点ででにアイドル確定じゃんあやつうそんなそんなそんなバチ焼きポーズ今やっちゃうこもこさんえどんな感じだったっけなんか してたよねニコニコしてた,よ、ね、ニコニコしてたこっちか今とかわいさ同じと思うな本当だ。本当にありがとう牛タンねぎし美味しそうだね気持ちおしいよねぎしかわっちありがとうやっちこれ今が正午ならギャルピーしてたんかなこれ今が正午ならギャルピーしてたん今が正午だったら今が正午だったらね絶対白鳥なんか。 え、これこれ、すごい。<laughs> して、え今次の時期はそのポーズでお願いしますとから、マジか。オッケー。前も可愛いけど綺麗に磨きかかってるイチャの口さんありがとうございます。嬉しい。今の衣装と同じ胸に大きなリボンだね、キムチ。あ <laughs> ちょっと <laughs> こ,れこれかなこれリボン。

お母様まだまあありがとう読今読んでた23時台にさなちゃん配信あった時って高確率でさなちゃんの夢出てくるやばい本当に言ってるお邪魔しちゃって何してんだろうなかっちゃんドラッグスターで果汁グミを買ってあげた <laughs> ありがとうかっちゃんありがとう白鳥に果汁グミ買ってくれてありがとう <laughs> 嬉しいなんかね知ったことないから一緒に行こうやっち 一緒に行こう歌い楽しいよ。さらちゃんがチャオフェス出た時のグランプリがネギシ岸ネギシ何ちゃんって思うんだろうチャオ今日さチャオの歌歌ってたんだけどあ12歳のなんだっ,っけえっと12歳の歌なんだっっけ歌詞えっとアニメの12歳えっと ねえ君の隣歩きたいお揃いの気持ち抱いて周り道ででででででで大人への長い坂道 <laughs> って歌ってたんですよ今日思い出してみんなで喋ったらネギしって姉妹店が奥山にあって何度か行ったことあるあ行ったことあるんかいって言さん ミカさん小学生の時からアイドルになりたかったありがとうミカさんコメントありがとうございますありがとうミカさん小学生の時は白鳥とりさ小学校の時は芸能界でいきでは行きたいと思っててなんか日本のアイドルっていうよりは K-POP アイドルになりたい欲みたいなのはあった気がします だからアイドルからなりたかった気がするそのギャルが迫ってくるゲームとかあればあからいらないいらない <laughs> 実は言うとネギシて都内と神奈川県内ぐらいにしか店舗ないえっそうなのやつを初めて知ったそうなんだいつでもお邪魔してくださいというか毎日でもわかった敦也くん待っててぬこねこさんこんばんはありがとうございますぬこねこさんありがとう みかちゃんって読むのかしんちゃんミカちゃん根岸ミカちゃんやつた郎まださなちゃんの夢は見たことないのあっシラトリがさ考えたら出てこれるかな違うよやつたろうがもうちょっと考えないとシラトリのことグミ買ってもらえてよかったねすぎちゃんよかったありがとうかっちゃんまたよろしく鬼パンズのミカちゃんああはい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 あの子かツウさん 先輩は僕もさなちゃん夢に出てきたことありますえー、ちょっとえっそうなんかさその話聞いた気がするさなちゃん夢に出てきたよってちょまたお邪魔できるようにさシアトリーも考えとくからりゅうせい先輩も考えといて12歳懐かしいボーイフレンドいい曲だったなってとこやろねそういい曲だったよねって今日メンバーとみんなで話しててそうねえ君の隣歩きたいって懐かしい 小5の頃の記憶なんてないよもう20年以上の話、うん、結構前だなやってたろ結構前ださなちゃんのパウダーマットはツヤどっちヘノリックスヘノリックスありがとうその質問初めてだったシャドリーはねマットですなんかね誰かが言ってたんですよねなんか黙ってマットにしときみたいな聞いて あ、マットにしとくかみたいな「日本のアイドル目指してくれてありがとう」って無事ありがとう」なんかね一回その中1から高1の中盤までアイドルやってでその後なんかその期間は別に日本のアイドルさんも 見てはいたけど、それ K-POP とかが好きでだけどこい終わって日本のアイドルめっちゃハマってめっちゃアイライフとかイコーラブとかの意味とかなんか本当に王道なアイドルさんを見出してからえっやりたいって思ってもうシャトな、のナータンの存在が大きいなめっちゃ夢って覚えてないけどきっとさなちゃんが会いに来てくれるって信じてるティム・ジー 信じてて毎晩横開けて寝るけどサなナちゃん来ないねすずさん <laughs> やばい横には行けないかもしれないけどこう行きますねこう潜り込んでそもそもなぜ夢とはい,いえ知らない人が出てくるんだろうやってたら確かになんかさ夢ってさ顔若干覚えてなかったりしません,なんか顔あやふやふ 小五の頃はブルースリーにハマってたな。ブルースリーって何？かちゃん。お人形さんのような陶器肌いらんじゃん。陶器肌が好き。小学校の最大の思い出が二分の一成人式なのを <laughs> もらいまって <laughs>。やばい。懐かしい二分の一成人式。懐かしいシャラトルもさ。やったー。 てかみんなやりましたよね多分2分の1成人式やつ、ね、かるシャドルママが泣いてたの覚えてるもん1/2成人式知らない人の夢なら何度も見たことあるの何でだろう知らない人って出てきやすいですよねなんかしかもなんか全然あんまり学校で関わってない人とか出てきたりするんですよね、うん、サナメろが夢に出てきてくれたら次の朝は幸せってやつ幸せの朝になれるよシャドルお邪魔するわ チレンドですちゃんそうどんなアイドルよりもサナちゃんが一番可愛いからってありがとうどこやろありがとうアイドル目指してくれたこともアイドルに出会ってきてくれたことも感謝ありがとう敦也くんそんな言ってくれて救われるわ思い出した小5の頃クーガにハマってたなクーガって何クーガやってたろう 横には来てくれなくても縦には来てね寝るときあなるほどね桂太郎さん待ってて待ってて自分の一成人式懐かしいあるいちゃん懐かしいよね小5の時はは鳴門にハマって忍者ごっこしてたにゃ、ね、かわいいなやっちやっぱかわいい番長だから娘が10歳とか泣くようなまだ感覚わからんけどあつやんでしャトけも感覚わかんないけどもし娘がいたら確かに10歳で泣くと思う 10年育てきたかーって育ってきたなーってなりそう確かに夢に出てくれないかなーってスギちゃんえスギちゃんの夢にもまだできてきたことないってことだかシャトリも思ってるからスギちゃんも思っててねシャトリのこと根岸美香ちゃんの茶オガール2019オーディション見に行ったそうなんだマジョパパすごいかっちゃんおっさん世代は自分の知識の文化なかったのかっちゃんえなかったんだ いつからだろう2分の1成人式あるの式る結構でも思い出残ってるな2分のは1/2成人式卒業式はねあの小6の時の卒業式は泣かなかったんですよねなんか泣かなかった理,理,理由がその中学校が楽しみすぎて泣けなかったっていうそうとり中学校あの受験したからみんなと違う中,国中学校に行く予定だったんですけどあ予定で。 お姉ちゃんがいる中学校だったから楽しみだったし校舎とかめっちゃ楽しみだったし制服も楽しみだったしもうとりあえず中学校が楽しみすぎて一緒に受験してくれた幼なじみの子がいたんですけどそのこといけるのも嬉しくってもうね楽しみすぎて「仮面ライダー」の空間だよ「仮面ライダー」かやってたろ一回もう私のお兄ちゃんと話してみてほしい本当に夢に夢は会社の 人間はよく出てくるけどねゾウさんえそれ嫌じゃない会社の人間出てくるの嫌そう吉おさんこんばんはありがとうございます来てくださって選挙です合唱合奏合唱劇とかやったなあいらちゃん合奏合唱劇えすごいやるんだ小田切丈さん主演秋豆さん小田切翔さんどれだんだろう 中学赤オくで泣かなかったのかわいいやつやからかわいいんだ <laughs> ありがとう <laughs> さらちゃん優しいから子供の子供の成長ですごく泣きそうですねゅう先部子供できたらね多分いっぱい泣くと思うねどうなるんだろうシャトーの将来楽しみですねいつもさらちゃんが実家に遊びに来る夢見てよ夢でもうれしかったえーそうなんだしんちゃん やばいシャツ実家にお邪魔してるんだしんちゃんのやばいすごいなココシャ投げ消しちょうだいココシャにんちありがとう今日もココシャか可愛い,いありがとう嬉しすぎるありがとうございますいつも中学校の時が一番嫌で嫌でしょうがなかったから卒業式終わったらととっとと帰ったな <laughs> そうなんだでもさその中学校ちゃんと過ごしたの偉いですね卒業式もいたの おっ子が歳にににななっったたもう一緒にお風呂入らないと言われて悲しかったそうなのおかっちゃんシャラトにも言われるかなおいっくんに言われるかなもう一生お風呂入らないとか言っていやだ悲しいそれ悲しいなねえ悲しい絶対悲しいですねチャオガルオーディションの思い出はサナちゃんとナスが曲前に後ろでフラッグを置いた時泣けるの 曲前に後ろでフラッグを置いてた置いてた時えとかやろうえどういうことだろうなあれちょっと分かんないいつのやことだろう自分の小学校は一日もリラックさんだってよそれは地域や学校によるのかなえ地域や学校によるんだろうねいらちゃんもしかしてさなちゃん小田切城知らない世代か オダギリ女王調べてみていいですか明日の女王カメライダーさんか確かに知らない世代ですええー、でも見たことあります もう兄さんと話してみたいやったらめっちゃ話し合うと思うもう今では一番仲いい子の中学校の時のさっんあ強く前の分中学校の入学したての頃へ行きたくなかった休みがちだったそうなんだ今では一番仲いい子の中学の時の今では一番仲いいあ中学校の時のサカあそういうこと <laughs> そういうことやっぱさ今でも関わる人ってやっぱいる ですかみんな中学校の時とかで「ものまねグランプリ」見ながらですもさんだありがとうもさんやることやってて今からよろしくよろしくもさんありがとう今日も来てくれて小学校の時の思い出が給食しかなくてさなちゃんも給食出ましたえシャトルも給食出たよとかやろうシャトルはシャトルはねわかめご飯が好きだった ケダーさんトイナから帰宅後に第二ボタンくださいって自宅に訪ねてきてくれた思い出 <laughs> やばいちょっと待ってケダウさんモテモテじゃんえー、モテモテだねすごいすごいねすごい一途だその女の子中学校は超荒れた学校だったから1年生の時恐怖だったなちょってそれは怖いな 明日のジョーのジョさ T シャツは学校で着てる、あのー、人がいるんですよ結構もうその明日のジョーの T シャツしか着ないぜ俺みたいな感じの人がいてよくいじるんですけど平成12年俺まだ1歳12年が1歳ってことは11年白鳥より6個上なのかなともさん 片桐さん何気に岡山出身あやばい岡山のりリア B’z の稲葉さんと同僚同僚じゃない同居というすごい人圭太郎さん岡山すごい岡山すごい中年の頃の友達なんで誰と待ってないようなやつだろ年に何回か出る給食のきなこパンとシナモンパンとココアパンが好きやっ分かるー本当にさ やばいよね、あれテンション上がりますよね自分の頃給食は何 <laughs> だろう中学の学ランの第2ボタンまだ余ってんやけどバグ敦也 <laughs> でもね違うの余るのが普通なんだよ多分だって白鳥の学校とか全然そんな風習なかったしサナチが何歳だとしてもサナチの存在がマサパパには大切なのありがとうマサパパ白鳥も大切 同じ小学校の記食はカレーが好きだったやばいわかる小学校のカレーってなんであんなおいしいんですかねあーもうわかる24歳かと思うたあだから6個上でだとりより連絡程度なら幼稚園の幼稚園以来の子はいるけどしっかりだと小学校きたたまーに会うかな小学校来、はい、ならたまーに会うかな愛菜ちゃんそうなんだ意外とつながりがある かっちゃん中学校の友達でも今までも仲良いお顔先に住んでるから今度リトムーのライブ連れて行こうかなえやばいかっちゃん連れてきてリトムーのライブ待ってる待ってる聞いた感じだとサナメロのお兄さんと同世代っぽいから話してみたいやつメロあっ牛跡のお兄ちゃんはね27歳ですご飯なくてコッペパンばっかりでしたどうさんあそうなのコッペパンだったんだ 給食ででジョアが出てきたたたら当たりでしたどこやろわかるジョアって美味しいですよね白鳥もめっちゃだ中学の頃卒業してたボタン後輩にあげたよえー、なんでみんなそんな思いやるのやったらすごいすごいなもうモテモテじゃん今も高校までもモテなかったのはさなちゃんに専念してそうだよ白鳥に会うためだったってことじゃないかなってねそういうことでしょ 休みの子の分の牛乳奪い合わせたの覚えてますかそうなんだえ牛乳さあ白鳥の小学校の時多分好きな人がいなかった覚えなんだけどすごいそうなんだ熊本の小学校の喫食は月1タイピエンが見に出ていたさゆうさんそれなんですタイピンエン出てたおなんか女の子かなかわいいありがとう橋本 カノンちゃんって合ってるかなみおちゃんかごめんなさいみおちゃんみおちゃんあっありがとう来てくれておつさなちゃんありがとうございますわーかわいいありがとうございますダニーボタンをさなちゃんに勝手に差し上げたかったりして星先輩えなら待ってるね流星先輩玉豚ゼリーとか夏いないあらちゃんそれはね夏すぎてちょっとシャートルもあったそれ 27歳だったら年下だな今33だから6六個違うのか確かに本当見えないやつだろら33人給食でご飯が出てきたなんて私が小校の時えっそうなんだ啓太郎さん美香さん私の学校も牛乳は不人気でしたですよね外の学校も牛乳不人気で給食に何が出てきた時わかる 美味しいよねわかるやっちそれなカーわぴさんこんばんはありがとうございますパンだったんだ慶太郎さん初めて知ったもうランのボタンさなちゃんに送ろうかなえもう全部もらうよ全部もらうよかわいいですだってもうありがとうございますてかオーディションお疲れ様でしたシェラトリあの全部見てましたあのオーディション最終審査 本当にお疲れ様でした本当にかわいですなんて本当にそんなありがとうございますさらちゃんのボタンもらえたらえさらちゃんのボタンもない私の学ああ読みましたありがとうティムジーモテたんだもう皆さんモテモテじゃないですかみんなモテモテじゃん カッちゃん給食ケ焼きそばが好きだったパニャさんで焼きそばパンにして食べたらやばいカッちゃん焼きそばパン好きそうえフォローしましたありがとうみよさんありがとうございますリットマンさん教えてくださった方がいて知りましたあそうだったんですねそうだったんだありがとうございますありがとうそれで来てくださってありがとうございます G の時代はリーダーってそうなんだ 給食でクリスマス付近にケーキ出るのも意外と熱いささでなんかケーキの取り合いあったんですよね白鳥の時牛乳不人気になってほぼ希望性だった自分も飲まなくなってたあやらちゃんそうだったんだ白鳥強制的に飲めでした牛乳は10代の頃にモテたとしてもそれはもう過去の話でしかないしやつだろ今もモテちゃってんじゃないのまだモテ機来てないと思ってるからこれから来たいえ白鳥からモテたらいいんじゃないかな敦也くん白鳥からだけでいいんじゃないかな やっちはサナメロにモテればいいやっちいい男だ急にはビニールで2つもめっちゃはやってたよえっそうなんすやっぱそうなんだビンなんだ一度配信してくださった配信来てくださったもう頑張ってオーディション頑張りますありがとうございますもう本当ににってもなんかもうあれじゃねもう なんかがん頑張ってる方に頑張ってっていうのもあれ,、ね、あれなんですけどほんとにもう素敵なもう素敵な美桜さんをもう全世界に届けてください「学校行事は何が好きですか美香さん」「美香さん私は学校行事うん学校行事 なんか集会とか好き避難訓練の時とかよく机に頭ぶつけててえんとかやる確かに身長大きいもんねクリスマスはさなちゃんにモテますようにとお願いしようなたなばたかいたなばたかいやつやくんそんな願わなくてもいいんだよ学校の給食というとドラマとか映画見ましたまさぱっ見てない見てない いつか東京で会えるともりが手頑張りますいやーありがとうございます待って会いたい一緒に頑張っていきましょうありがとうございますもし上京したらよろしくお願いしますああありがとうございますよろしくお願いしますこれからそういえば確かに小さいこと年配の方には人気かもしれないなっておーおー 学校行事で一番好きなのは夏休みのやつなたぶん確かに夏休みに勝てるもんないかもしれない給食に何が出てたのかそれを初めて聞いたぞやってたえ本当にちょっとの時も何出てたんだけど牛乳は三角パックもあったねサムさん三角パックか素敵なつながりが生まれた感じミオさん慶太郎さんねありがたい来てくださって 給食はコッペパンに何でも挟んで食べてました雑食ですが美味しければ OK 今後んんまさに集会買っちゃうレディースレディース集会集会普通に学校あの全生徒集まってくださいのやつが好きだった好きなんかあの時はだって何も考えなくていいじゃないですかただただ校長の話聞いとけば時間過ぎるから好きです オーディションナンバーでゼロ三七でサナちゃんのナンバーですかしんちゃんやばい激アツだうわあやばい運命もしかしてやっぱ運命かなみよさんえうううううう,う運命運命もしかしてううう運命シャイドウもドラマ好きだし。 給食にミルメイク出るとテンションばかげで写真ゃえっミルメイクしちゃうっても知ってる正直最近モテきなかった思ってたけど勘違いやったえ勘違いだよ敦也君勘違いだよ給食学校の給食面白いからおすすめですマサ、ま、パパ学校の給食ドラマあさひくんが小学生になったらさらちゃん泣いちゃうんじゃないとか言泣いちゃうと思ういやもう本当に泣くと思う給食に芸人ってどの世代も共通なのかねっ 今でもなくなってないんだよね多分「集会といえばリリースじゃんよろしく」みたいなあそういうことあどういうこと <laughs> えどういうこときれいさメンバーが一緒は素敵な思い出やねやつやくんあナンバーかナンバーかねすごいうめ、ん、え入れすぎますっていやいやほんとすごいと思う 本当にありがとうございますなんか運命感じちゃった「チョコマーガリン」って書っただっけギザマさん「チョコマーガリン」ちょってシャトリなかった「懲戒の時間懐かしい小学校の時その月の歌歌わされていた歌わされていた」って面白いあれちゃん確かに歌わされますよね「今月の歌」ってあったら懐かしいやばい懐かしいどんどん懐かしいの出てくるありましたね今月の歌シャトリもずっと「何で歌うんだろうこれ」って思いながら歌ってたもん しかし牛乳は瓶の世代の人もいるのかなね、いましたねやってたろうねシトアトルはパックでした父さん牛乳好きだったけど小一の頃は大きな鍋に入った脱脂粉乳でまずくてとても飲めたもんじゃなかったです父さんそうなのそんな時代がまた来ましたありがとうえ絶対会いましょう。会いたいシャトルミヨさんにお互いが頑張ります。ありがとうございます あよろしくって言うじゃんなるほど <laughs> チョコマンガになったおしゃれなもん出てこなかったチをックしったらイチゴジャムだったコーヒー牛乳も出てなかった出てないやつだろうすごいなコーヒー牛乳とかなんて素敵もうおしゃれうしすぎてたぶん飛び跳える懲戒でドラえもんの「夢日和」歌っていたのはよい思い出 えどん「夢日和」っていう歌牛乳はストローで飲むはずやけど男子は横から上げて飲んでたやっぱりわかるそれあつやくんめっちゃわかるすっごいあるあるそれなんかねわかるめっちゃうまいって思い出したそう男の子は絶対この横からこうパカって上げたこれをこう飲むんですよねうわかるしかも飲み干すんですよね最初の方にうわかる すごい共感だった今牛乳は瓶でしたかケタさん瓶なんだおもちゃにしてたやちすごいな瓶じゃないかっちゃん食パンにハチミツの時もあったサムさんそうなのハチミツそのまま自分は給食のメニューにジューシーがある時が一番だったねわかるさ斎ウさんもう本当わかるジューシー一番だよね本当にてめえじ粉コーヒー牛乳もあったなえそうなんだ いい曲だからぜひ歌ってみてえ分かったあいらちゃんちょっと聞いてくねなのだっけ夢なんだったっけ夢日和だうちも横から世代あったなねえみんが横から世代 <laughs> 牛乳横から世代ね吸収会のメニューで分かるお年頃そうだねいろんな世代がいて楽しい月さんありがとうございますそういえば確かに牛乳をあけて飲んでたなああ開けて飲むタイプだったんだモンチ中継さんだありがとう来てくれて飲み終わった後に自分で洗って自分で開いてた あシャでもそうだ自分で洗ってたおいしい給食っていうドラマがあってなかなか面白かったってイメージえちょっと見たことある気がするあのパッケージパッケージというかサムネだけ見てみよう牛乳ってシンプル牛乳だ,だけやったよねえシンプル牛乳って何シンプルな牛乳ってことかそうシンプルな牛乳だけだった味なかった全然あの牛乳抹茶ミルクとかも出てきた気憶れ絶対おいしいじゃん さんサラちゃんはクラスでどういう存在だったんだろうやっぱりクラスのまだない <laughs> そんなことないですミカさん <laughs> そんな <laughs> 本当にそんなことないです <laughs> しあとにね小学校の時とかあの小学小学校の時はクラスの端っこであの仲いい女の子を1人か2人とあのずっと喋ってるみたいな。 絶対中心には入っていいけないタイプでしたもうずっとなんかこそ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 こってやってました <laughs> でたまにあのー、みんなで話す時になったら話すけど普段はもう女の子としか過ごさないみたいなあの女の子とももうずっともうあのもう女の子女の子してましたで中学校はなんかそれが吹っ切れたのかわかんないんですけどもうねー あうるさすぎてて嫌われてました <laughs> そううるさすぎて嫌われてたみたいでソフト麺っていう微妙なうどんも懐かしい寒さ聞いたことある先割れスプーンって知らないでしょえ知ってるよけうたろさんそれジューシーえ多分違うかもしんちゃそのジューシーじゃないかもしれない かっちゃん男子は牛乳瓶のふた集めれたらえそれなんで集めるの牛乳瓶のふたってえくぼさんこんばんはありがとうございますえくぼ仕事いないけどありがとう俺なんかこう牛乳紙パックだったと思うだよね今考えたら牛乳や抹茶かなんかの混ぜるのを持参すればよかったんかいや絶対怒られるよねやつやく絶対怒られる アメリカの歌手マドンナも顔向きですから、サナちゃん、ええ、ええ、けたるさん。けタロさん、そんな。あの、ま、ま、まど、マドンナ様様、様、あの、神様に、その、そんな自信。あ、ミソピーかサムさん、知ってる。サナちゃん嫌い人とかいるんですか。今から対戦、あ、しません、しません、なんだ。アチヤくん。歯応えの全くない、ケチャップ味のスパゲティも人気だった、人気なんだ、それって。 サウナ上がりにコーヒー牛乳前まで飲んでたけど最近はおろぼ飲んでるおろぼっておろおろないん何個 <laughs> 違うかな <laughs> んで知ってるんケイタべさん知らんに何か給食の動画見るのハマってた時があってサラの時代はもうクラスのグループラインもあったのかなレジモもさん小学校の時はなかった。 沖縄の炊き込みご飯あ違うジューシーってあのみかんジュース牛乳瓶のふ人にロマンがあったんだと思ういやそうなのか連絡もの世代だったやったえシャンシャンも連絡もんだったよポカリとオロナインシーあそれかともさん分かった桜から憧れのさなちゃんにたくさん質問を答えてもらって夢みたいずっとだ、ね、えもう、まあ やっほんとに本当,に本当にありがとうございます対戦は優しい心のさなちゃんは望んでないかと思ったからつや君ん素敵だねよく分かってラ LINE があればサナのギタ箱にラブレター入れなくても仲良くなれたかもなって礼二もんさん仲良くなれちゃってたかなあれ高柳レナあれお名前変わってるルナさん だよねフリフリだよねルナさんだよねありがとうルナさん久しぶりだね世代はかわいくもんだなってやつだろうね牛乳の蓋息を吹きかけてひっくり返す遊びが生えてた汚いって言われそう確かに今じゃないしんちゃん確かにそうなのかなオルナミンシーは生卵をまがめる世代です登なんでオルナミンシーに生卵を混ぜるの怖いよ小学校の時つけ鍋で消しゴムバトル流行ったねうん 流行ったあっちやくパシッパシッパシッてうわめっちゃやってた白鳥今家電使ってる人なんていないんじゃない家電使ってる人どういうことやつだろう牛乳は噛んで飲むと教わったけどね最近はそれ合理的なんだとしてよサムさん合理的なんだそれなんでだろうグループラインは気になる異性とこっそり仲良くなれていいねレジモンさんまあ確かに なんか例えばそのクラスに確かに好きな人がいたらえちょっと連絡しちゃっかなってなりますよねグループ LINE からその人のとこ飛んでそれ全くなかったですもうみんながなんか仲間あなんて言うのみんながそうそういうのがなかったちょっと陰キャだったよやう。太郎だ太郎 もバトル鉛筆とかさなちゃん世代なかったあいちゃんそれなんだろう名前変えましただよねなんて呼んだらいいかなサメの世代も変わらないで流行り遊びがあって嬉しいなではやあの変わらないのってあるんだね学校の給食じゃなくて美味しい給食だったあそう <laughs> 美味しい給食だそうだマサパパ映画も面白いよ見てみる グルチャーから追加して女の子と仲良くなれてあったなあづやくんやっぱあるんだええー、あ家の電話のことやってたろ家の電話って今ないよね大村なんとかちゃんコロナ民衆は小さな巨人ですって言ってた世代ですものだんだあそれ味テレビーシームでやってたんだ なるほどねそろそろ終わろうかな配信シあトり今日1時間ちょっとやったかでは皆さんスクショタイムからいきますよスクショタイムから皆さんいきますよせーので巻き紙 はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと男女の方読みます。ええ、十三位からいきます。十三位けいこさん。ありがとうございます。十二位かんたさん。ありがとうございます。十一位。パオンさん、ありがとうございます。十位。サイぎュさん、ありがとうございます。九位。マシュマロさくらさん、ありがとうございます。八位かっちゃん、ありがとうございます。七位すぎちゃん、ありがとうございます。六位とけろ。ありがとうございます。こ位さくらさん。ありがとうございます。四位マサパパ、ありがとうございます。 三位はやっちめろありがとう2エンダリックスありがとうございますそして一位はぽぽぽゾザンありがとういつも待ってえんひろた今来たばかだったのごめんえんひろたん俺ちゃうの嬉しいって文字おやすみみんなまた明日ね よく寝てください。シアトリが夢にお邪魔したいと思います。よろしく。おやすみ。